カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい。青鬼2タクロウ編パート4でございます。今までのね、タケシ編とか全部パート3くらいでクリアしてきたと思うんですけど、タクロウ編はむずい。4まで来たよ。前回の続き、ロード。ポーン見とこ。見とこ。よし。そっか、前回青鬼から逃げ切ったとこまでやったんだよね。逃げ切ってここで終わったんだもんね。ってことは、またあの暗い部屋のとこ戻んなきゃいけないんだよね。そう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 、ここここここ。ここ行って、あーそうだ。で、部屋の形結構広かったんだよね。なんだこりゃ。なんかあんぞこれ多分。あれ？あれ？ないね。うわ、広いなこれ。廊下じゃん。え、こっちが行ける。うん。石。なんか、見るからに右に押してくださいっていう感じがしてるけど。あー、これ押すんだな。間違いない。これは、それ以外動かしようがないよね。おい。これ、魚のところでも石押すのプロになってるからね。おら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 。へい、オッケー。スイッチが押された。どこかで何かが動く音が聞こえた。むむ、あ、ドアだな、ここの。あ、開いている。これは優しい仕様ですね。うん。赤い絨毯がなんか嫌な感じ。ラスボス感がちょっと出てるよ。え、スイスイ進んできてるけど大丈夫これ。おい。ポーン。石があるな。怪しいな。青銭見ておきます。ありがとうございます。さて、この石は何なんですかね。あ、これは、動かせないね、位置的に。あ、ベッド動くんでしょ、さては。あれ。ガッサッとかで動くからね、いつも。あ！なんかあんぞ！あった！階段ですよ。ほー！メラ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 。なんですか、これは。これ、消すんだな、これ、水かなんか持ってきて。うお！炎の勢いがすごく近づくと熱い。ちょっとじゃあ順番間違えてきちゃったかな。これ以上進めないわ。なるほどね。あー、怖い怖い怖い。この石は押せないね。フェイントね。ということは、あれだな。あの、フワッティのいた右の部屋が怪しかったよね。あと、フワッティいたとこになんかね、石像みたいなのあったんだよね。白いあの、彫刻みたいの。あれも怪しいんだよ。で、ここで青に出てこられるともう絶望的だよね、本当に。あ、でもここやっぱ触れないからこれ関係ないか。関係なさそう。で、ここ、青鬼に追われた時歩いたけど、特に何もないんだよね。ない。ここは、四角い箱拾ったとこだから、アイテム今何持ってんだっけ？アイテム。電気ランタン。あ、電気ついてるんだよね。木箱。シュノーケルまだ持ったまんまだな。あ、ここって！大丈夫じゃなくなってるの？なんでなんでなんで、やべ、セーブしてねえや。まあでも下行っても特にあの火消せなかったから行かなくていいか。またこっからじゃん。チクショー、これだからね、ビビってセーブした方がいいんだよ。フワッティは普通に来る。だから右行っちゃおうか。行きましょう。ほっ、普通に今やられたのね。油断して見てなかったからな。あれ、こっちは大丈夫だ。あれり、あれりりり、ん？広いなぁ。お、なんかあんだろ？あれ？え、なんもねえ。行き止まりですわ。で、こっちは。お、あー、光ってる！ん？椅子。え、椅子は？え？この暗闇で椅子押せってのかい？あった！椅子発見しました。これですね。うわぁ、この暗闇で。椅子はね、石と違って押しやすいんだよね。あああ、大丈夫か。待てよ、ここ下げてきて、あ、大丈夫そうだね。オッケーオッケーオッケー。こう行って、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 よし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 。オッケー！よし！消火器！うわぁ、もう行けんじゃん、あそこ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。え？これ一番端っこだよな。待って。
さっき椅子動かした時に机かなんかがあったから、それをうまく使ってくるって逃げる。おお、こっちかよ、こっちかよ。ああ、ここで。はっ、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 セーフ、セーフ、セーフ、セーフ。さてと、消火器の方に行きましょう。もう解く謎はないぞ、これ。なんかあの炎の感じがめっちゃ前クリっぽいよね。ただそういえばあれだけ見ていきたいな。あのフワッティのとこになんか彫刻あったんだよね。あれだけ触っておきたい。ほらほら、あんじゃん、そこに。あれ怪しいでしょ、どう見ても。フェイントだったらどうしよう、フェイントだったらどうしよう、フェイントだったらどうするんですか。うおー、避けた。今やばかったな。ヒカキンの青鬼実況史上最高になんかこう、うまい避け方をした気がするよ。はぁ、よしよしよし。彫刻みたいの関係ないね。え、あ、そうかそうか。さっきやったけど、やられちゃったからか。いやー、びっくりした。はい。で、はい、こっち行ってい。こっち行ってい。こっちでいいさ。こっちでいいさ。で、あ、ポーン、見ときます。受けた？ウェイ。よし。ちょっと行く前にガチャでも引くか。そろそろ出てくれよって感じだよね。激レア。6回くらい回せるかな。行くぜ！レッ！ Come on！ うにょうにょうにょ。Come on だ！お！え？これ持ってなくなかった？ちょっと待って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 。ボロッボロ青鬼。あ、持ってなかったよ、多分これ。ってことは？で、多分この拓郎編クリアすると拓郎鬼、あと先生鬼、おっちゃん鬼みたいのが多分ストーリーでもらえるので、あと1個じゃねえ、これガチャ。ぽいかもしんない。頼むぜ、来てくれ、コンプコンプ。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 ドロドロドロ。くっす。いい、カモン。パタパタパタ。くっす。あと2回。ほんと当たんないよ、これ。おはい、ラスト。一瞬で終わりやないか。あ、ちっちゃ。はい。さあ、行きましょう。お、よしよしよし。ここで消火器を使う。間違いねえだろ、こりゃ。消火器、使用する。目の前の炎に向かって消火器を使った。消えましたよ。うわ、怖い。長細いからね、ここ。よし、火が消えた。ん？おい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 、どうしよう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 、え逃げるしかないでしょ、これ。ん、おいおいおい、うんじゃねえよ。おー、近い近い近い、相当な近さで来てます。あ、しかしながら今まで磨いてきた技術で逃げていきますよ。あ、優しい、ここで逃げ切れるんだ。いや、優しいじゃん。やっぱあの魚のところがめっちゃ難かったね。いや、よかったよかった。さて、これで進んだらなんかいよいよクリアなんじゃないですか、そろそろ。だいぶ進んできてるよ。ああ、怖い。なんだこれ、え、なにこの青鬼像みたいの、なにこれ、え、へえ、青い化け物の置物。なんかこういうグッズ欲しいな。手に入れた。え、え、椅子があんのがなんか変だな。え、怖いよ、バキーとか、なんかまた穴開いたりさ、変な階段崩れたり、なんか、バコーンとか。あ、怖い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 。怖い怖い怖い。え？そんなん使うとこあったっけ？え？そんなん使うとこあったっけ？これ使えないよね。青い化け物の置物のようだ。頭が取れかけている。使用する。ここでは使えない。なんか起きるな、さてはこれ。なんか起きるはず。セーブしとこう。むむむ？そんなんはめるとこあったっけ？置物とかさ。あと木箱。木箱が怪しいんだよな。いやー、これちょっと迷っちゃうね。むむむ。どうしましょ。こっち、逆にめっちゃ戻るとか？あ、ありえるぞ。いや、戻れないじゃんかよ。戻れないじゃんかよ。青鬼のこの仏像みたいなのどこに使うの？これマジで。フワッティの方でなんかあったっけ？ここ絶対もう違うわな。
絶対フワッティの方だよこれ。はい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 、あの右の方かな、怪しいな、あの右の方だな多分。こっちは何もなかったもんね。待てよ、これを使うとか、逆に綺麗にヤスリがかけられている。あ、なんか角がないねこれ、使用する。うん、使えないわ。ふわっていの右の方、あっちしかない。もう行くぞ、行くぜ、俺は行く。はっここは何もない。こっち、うわ何もねえじゃねえかよ、こっち何もねえよ。どうやって避けよう。こっちに、こっち来い、こっち。はっ、たったった、なんもないよ、ここマジで。はい、いや、ない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 、マジでない。え、ってことはもうやっぱこっちしかないか。え、よく壁とか見るとなんかあるとか。へえ、いや、どう見てもなんかないんだけど。いや、ないね。あ、まさか。まさか、なんかここで燃やすの？ぽいぽいぽい、木箱。使用する。使えない。じゃあ、青鬼の置物。使う。マジで行くとこない。ヒント、ヒント、ヒント、ヒント。あ、来た。お、来た来た来た。この青い化け物の置物はなんだ？不気味だ。そういえば、木の板で塞がれたドアの奥がまだ隠れて、素晴らしいヒント。そっか。戻るんだ、やっぱ一番最初のとこに。マジか。え、あそこに何すんのこれで。確かにね。そっか、忘れてたわ、完全に。ここじゃん。うわ、今日始まったとこじゃん、これ。行きます。うん、打ち付けられていて通れないと。ここで？え？ここで青い化け物の置物を使うの？使用する。え、使えないよ。え、木の、え、木箱使用する。え、え、通れないよここ。はい、まだ何かアイテムが足りていないんですか、もしかすると。打ち付けられているとこ何すんだ。青鬼の置物どこに使うんだろうこれ。わかんねえ、全然わかんねえんだけど。ここがでも広いくせになんかね、なんもないんだよね。あー、これ動かせ、あ、まだ動かせんのか。でもこれで動かしちゃうと、あ、開いてるまんまだ。と言っても、この先って何だったっけ？ん？ちょっと待って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 。これ押す意味ある？この先は、はっ！でもこれ押してけねえよな、どう考えても。むむむ。むむむむむ。よ。よ、よ。押してって、あの地下の炎のあるところまで押してくと、なんか起きる。起きなそう。てか、あの階段押していけねえだろ、絶対。ただ、なんかここ妙に広いんだよね。よいしょ。これ、こことかなんもねえよな。ねえ。お、押していける。おー、押していけた、なんか起きたじゃんよいしょ。うわー岩を階段の下に落とした。これはわかりづらい。お、お、光っている、光っている。いや、これはわかんないわ、そう簡単に。木箱の鍵、鍵穴があるとか書いてなかったもん、木箱。うわー、使用する。鍵を使って木箱を開ける。釘抜きを手に入れた。完全にあの、打ち付けられてるとこじゃん。やった、完璧。さあ、あ、なんか出てきそうで怖いな。さて。あー、行くよーん。セーブしとこうねーん。はい、ポーセー。アイテムじゃないよー、セーブ。ほい、セーブ。さあ、行くぞ。はい、アイテム。釘抜き、使用する。打ち付けられた木の板をすべて外した。木の板を手に入れた。え？で、いけんの？こっち。
なんですか。あー、なんだよこれ。え、待って、鍵押してんだけど。え、え、化け物が追ってきている音がする。クソ、たくさんの足音が聞こえるぞ。なんだと。どこかに、どうにかドアを塞がないと。え、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 いた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 、いた、いた、いた、使用する、使えない。え、あれ、音消えた。釘を手に入れた。よし、え、よし、木の板、使用する。え、はっ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 。なんで加速してんだよ。え、どこで使うんだ今の。今の避けたかったなぁ、マジで。神がかった回避術で避けたかった、今。木の板手に入れた。入る。すー。あれ？うん。ピュッてこと待ってんだよ。どうしよう、これ。これを取るでしょ？で、ここじゃないの？あ、あ、釘をまず使用すんの？え、違うし。あ、ここでなんかほら、落ち着くんだよ。木の板使用する。え？追ってきてる音がする。あ、ここでいいのか。板使用する。え？使えないんだけど。釘。うわ、来た！入り口に木の板落ち着ける。やった！木の板をドアに当て、残った細かい木材で釘を打った。やったぜ。よし、これでなんとか時間は作れそうだ。これ絶対さ、置物どっかにはめるんでしょ。はぁ、はぁ、何か置けそうなくぼみがある。やった。ちょっと待って、これ何、これ、なんだこの銅像。前もあったよね、なんかなんちゃら編とかで、確かね。青い化け物の置物使用する。はぁ、くぼみに置物を置いてみた。なんだこの台座。この化け物の置物のためのものかよ。なんでこんな奴がこんな立派な場所へ。こんな奴、畜生。あ、頭が取れた。なんてこと。あ、いやいや、ぽ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 いや、なんだこれ、視界が青黒く。何、青鬼になる人はこういう世界に入っちゃう感じ。え、はあ、はあ、う、体が熱い。え、こっち行っていいの。ああ、あ、動けない、勝手に歩いてる。え、はあ、はあ、う、熱いか、体の中にあの化け物がいる。うわあ。うわ、何かが俺の意識を奪って。うっ、あれはヒロシがこっちに。ダメだ、こっちに来るな。え、あ、ヒロシ来た。あ、ここあれか、本編で拓郎と会ったところか。で、これ上行くと拓郎は青鬼になってくるんか。あ、無事だったか。あれ、あれ、これはじゃあもう青鬼が喋ってるってこと。ええ、ただ先生も地下で、すでに。てんてんてん。そう、先生ももうやられてるってことか。二人だけになってしまいましたね。この上は屋上でしょうか。ああ、下には出口がなかったし、こっちを探すしかない。行ってみるか。ああ、ああ、危ない危ない危ない。ええ、あら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 。おおお、ドアが壊れていますね。やっぱここだ、ここだ。てんてんてん。バールで。よし、これで通れます。行きましょう、拓郎。拓郎？うわー、来た、ほら。あー、やっぱなってたんだ。く、逃げるしか。はい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 、ここね。おー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 、キョロキョロしてるよ。拓郎鬼がキョロキョロしてるよ。ん？これ歩けるわけじゃないよね。歩けない。ん？むむ？むむ？これ先生じゃないの？先生？
さっきヒロシがさ、すでにもう先生もって言ってたよね。怪しい、何か怪しい。タクロウくんも、あれでも普通っぽいね。あれ、タクロウ編完。先生怪しいみたいな感じで終わったよこれ。あー、ジャケットできた。タクロウにやった。いやちょっと待って、次ってさ、あー、先生編だ。先生編だよ。何かあんな、これやな。まあ、じゃあ先生編のね、リリースを楽しみに待ちたいと思います。青鬼2のダウンロードリンク、この動画の概要欄に載せておきますので、遊んだことがない方はぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。それでは先生編でお会いしましょう。バイ。